入江くん、なんかいつもと違う。あいつと金之助と会ってたのか。あ、プロポーズされたって。そうよ、私だってまんざらじゃないんだから。で、なんて答えたんだ。なんて答えようが入江くんには関係ないじゃない。そうだな。私、家出るね。お父さんと決めたんだ。入江くんの結婚の邪魔だもんね。私、金ちゃんと結婚する。そしたら全部うまくいくんだよね。入江くんはクリスと結婚して、私は金ちゃんとお父さんのお店を手伝って。好きなのか、あいつのこと。そりゃ好きよ。だって金ちゃん私のこと高一の時からずっと好きでいてくれたんだよ。お前は好きって言われたら好きになるのか。悪い、私は5年も片思いしてもう疲れちゃったの。入江くんはクリスのことだけ考えていればいいじゃない。私のことだって。お前は俺が好きなんだよ。俺以外好きになれないんだよ。何よ、自信たっぷりに。そうよ、入江くんの言う通りよ。けど仕方ないじゃない。入江くんは私のこと好きじゃないんだもん。私のことなんて。だって入江くんは俺以外の男を好きなんて言うな。入江くん、2回目。何、キスしたの。3回目だろ。でももう数えなくていいよ。